車内販売。車内販売とは、列車やバスの車内において、物品を販売するサービスのことである。略して車販とも言う。食堂車と共に、列車内の教職サービスの一つである。日本では1934年、鉄道省は、食堂車が連結されていない列車で、弁当類販売の要望があったため、試験的に販売したところ好評であったことから、 列車内上込み販売手続きを制定し、1935年11月より開始した。主に新幹線や特急列車、主として長距離列車など、JR、私鉄の優等列車に専門の要員が乗務し、各車両の通路を定期的に巡回して、乗客の要望に応じて、物品、主として飲食物を販売する、携帯販売行為を指す。ただし、 普通列車、快速列車なども含むでも、首都圏の JR 線、東海道本線、横須賀線、総武快速線、宇都宮線、高崎線,線、常磐線、湘南新宿ライン、上野東京ラインのグリーン車など一部の線区で、車内販売員が乗務している。なお、アテンダント、客室乗務員が、車内販売を行うこともある。車内にビュッフェ、ビュッフェ、または、 カフェテリア、カウンターなどを設け、そこで物品を販売している列車もあるが、これらの販売形態を車内販売に含めるかどうかは意見が分かれる。また、列車内に設けられた自動販売機での販売は、車内販売に含まれないと考えられている。日本ではバスの車内で専門用員が車内販売を行う例はないが、国によっては、 車内販売が行われるバス路線が存在する。なお、日本でも神奈川中央交通グループでは、子会社の省内管な公バスなどによって、セルフサービスによる車内販売を行っていたが、これは、運賃外収入によるバス路線の維持を目的としている。など。販売員はまず所定の駅で販売品が積み込まれたワゴンを列車内に持ち込むか、 車内販売の材料を車内に持ち込み、車内に格納されているワゴンに積み込む新幹線の場合に多い。新幹線や特急列車には販売員の車内販売業務の拠点となる部屋が設けられていることが多い。この部屋を車半準備室という。以前は食堂車の厨房を拠点としていたが、当時は弁当やサンドイッチなども食堂車で調整していた。 食堂車が廃止されたためこのような部屋が設けられるようになった。車半準備室には簡単な作業を行うための空間や飲料の保温用ポット、保冷用冷蔵庫、アイスクリーム用冷凍庫などが備えられているのが通常であるが車両によっては通常車掌が使用する乗務員室、業務用控室をそのまま利用しこのような設備がない場合もある。発車後、車掌による 案内放送の後に、車内販売の案内を行い、車内を巡回する。列車の運行中に車販準備室に出入りしつつ、何度か巡回し、終点近くになると案内放送で、営業終了の旨を放送し、車販準備室で後、片付けや集計などを行い、車内販売の乗務スケジュールに定められた駅で下車する。列車内の巡回は、 販売員が販売品を積んだワゴンを押して移動するワゴンサービスが一般的だが2階建て車両でワゴンによる移動が困難な場合や販売品の量が少ない場合には販売品を入れたカゴなどの容器を手で携えて巡回する。また e 4系、m a x の場合、デッキ付近に車内販売ワゴン用エレベーターがあり、これでワゴンを1階2階に運んでいる。 車内販売のある列車を運行する鉄道事業者は車内販売専門の子会社を持っていることが多く、販売員はその子会社に所属しているのが普通であるが、正規従業員ではなく派遣、契約やアルバイトいった非正規雇用で採用しているケースも少なくない。また、駅弁屋などの業者が特定の列車を担当することがあり、自社の商品、駅弁などの販売に従事する。なお、 食堂車を営業している列車においては、車内売りにも食堂車のクルーの一員として扱われ、食堂車の接客と車内販売を兼務するケースもある。販売員は女性が多いが、男性の販売員も少ないながらいる。JR 時刻表では、車内販売が乗務する新幹線には記号をつけている。2003年9月30日までは、 旧国鉄時代から1990年代にかけて、食堂車、ビュフェがあった時代の名残で、東海道、山陽新幹線では投資乗務を行っていたが、現在は新大阪駅で全て交代している。また2011年3月12日から直通運転が行われている山陽、九州新幹線においても、同様に博多駅で全て交代している。 それに対して、2015年3月14日に開業した北陸新幹線及び2016年3月26日に開業した北海道新幹線においては、全区間 JR 東日本の関連会社が、社内販売を担当している。業務の性質として採算が取りにくいことに加えて、車半は搭載商品が限られるため選択肢に乏しい上に、 人件費がかかるため一部商品を除き基本的に高額である在来線、新幹線ともに列車の速度向上などで乗客の乗車時間が短くなっていることや駅構内の売店や駅中と呼ばれる商業施設、駅周辺のコンビニエンスストアファーストフード店など、駅内外の飲食店や小売店が充実してきていることからあらかじめ乗車前に購入する客が増えてきており、 近年では、車内販売は縮小傾向にある。そのため、JR、私鉄問わず、かつては、車内販売が行われていたものの、現在では全廃された、優等列車は多い。JR では、東海、西日本の各社が2015年3月までに、在来線特急列車での車内販売を全廃し、新幹線でも、小玉は2012年3月までに全廃した。また、 東日本、北海道、九州の各社でも一部の新幹線、那須の谷川など、いや、特急列車で車内販売を全廃する動きが出てきている。なお、新大特急列車においては唯一の定期列車であるサンライズ・出雲はすでに廃止され、臨時列車を含めてもカシオペア、北斗製のみとなっていた。一方で、 首都圏 JR 線の普通列車グリーン車で車内販売が新たに開始される例も見られる。私鉄でも近畿日本鉄道が伊勢島への観光客誘致の一環として2006年平成18年11月から土曜休日ダイヤの伊勢島ライナーを使用する伊勢島方面特急において4年ぶりに車内販売を再開したほか2007年 平成19年10月8日より同じく土曜、休日夜の名阪行特急、アーバンライナープラストアーバンライナーネクストにおいても、早朝、夜間を除き車内販売を再開した。島風においても、2013年3月21日の運行開始以来、全列車で実施されている。四国旅客鉄道、JR 四国では2003年、 平成15年10月に一旦全廃した代わりに飲料の自動販売機を設置が2009年3月19日から実施した予算線、土産線の特急での試験的な再開を経て同年8月1日より予算線の丸亀、高松駅観音時間の,の潮風、石槌の一部列車と土産線の丸亀こと平間、南風の一部列車で正式に復活した。 社内販売の営業をしていた JR 四国の子会社である高松駅弁の解散に伴い2014年5月31日で一旦営業を休止していたが JR 四国の子会社であるステーションクリエイト東四国が社内販売の営業を引き継ぎ2014年6月21日から潮風の一部列車と南風の一部列車で営業しているただし営業区間は 丸亀駅間の恩寺駅、琴平駅間などの極端区間である。西欧諸国では長距離列車の車内に売店、イートインスペースも設けている場合が多く、日本の鉄道におけるビュッフェに近いがある場合が多いが、乗客が売店に買いに行く方式が主流であり、車内販売を実施する列車は少ない。ベルニナ特急やゴールデンパスライン、BLS 区間及び、 ZB 区間には社内販売がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。